こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットアを始めていきましょう。今回は5位メンソーレ那覇です。メンソーレ那覇はどんなチームでしょうか。S があったり C があったり、結構バラバラなチームと言えます。特にですね、今フラスコが怪我をしております。これすごいチャンスですね。2周出られないってことで、しっかり勝っておきましょう。前回キャピタル東京には4対0圧勝ですからね。チームも勢い乗ってるはずです。しっかり勝ちいきましょう。マドカがイエローカード取ってますね。ちょっとこれは気になる。ミオに変えよう。クルミオ、もしもしはるかを投入。このぐらいですかね。これ強いな、マノが。なるべく勢いを落とさないように。いやー、でもなかなか前へ行くチームは強いですよ。油断せずに頑張りましょう。では試合です。さあ、敵地でお試合、キックオフです。いきなり飛び込まれた。早いですね、飛び込みが。相手はうまい。この回り込みはうまい。さあ、相手にボールを渡さないように。ちょっと強い、タックルが強い。ファール。さあ、これは結構近いところでの、おっと、パンチング、そこを作用が。ここはうまいですね。反対、逆サイド、ミオ。さあ、これは届くか、届かない。惜しい。緑。歩き目ですよ。渡ってしまいました。さあ、その歩き目です。一気に進んでるぞ。ちょっとファールの危険性もありましたからね。怖かった。外に出ちゃいました。首里城を意識した石畳でしょうかね。さあ、マノ。これを、あーっと、先制決められてしまった。嘘だろう。パワープレイ行くしかないですよね。さあ、巻き返していきましょう。ファールです。おっと、サツキが痛めた。担架で運ばれていきます。これはつらい。イエローカードです、ウェクさん。イエローじゃ足りないでしょう。サツキ、怪我をしちゃいましたからね。窓か。これは嫌だな。さあ、ここは飛び込め。噛み合わない。ゴールキックになります。アルキメスに渡ってしまった。この、このパスがすごい効果あります。あっと、驚く動きしてきますからね。取れ。怖か、今の危なかったです。とか言ってるうちに、危ない危ない。と、コーナーキックです。マノが蹴ります。ミホがクリア。とか言ってるうちにもうほとんど試合がないです。アイシュアウタイムは3分。前半終了です。ミホがちょっと疲れてますね。さっきこれ書いていきましょう。
さあ、交代枠は残り1人になりました。さすがに3対1で攻められたら厳しいのは分かってるでしょう。また歩き目です。オリックス外に出ました。相手ボールがすごい。さあ、エリカがこれを拾う。エリカナイス。誰もいない。どうしちゃったんだ。使いましょう。攻めるしかもうないです。こんなキックを取られてしまっております。ピンチ2点目は、これは厳しいぞ。またアルキメース、アルキメースが核となってますね。戦争が熱い。おっと、ちょっと遠かない。これを窓かが拾い得ない。これはやばいですね。ナーコなんで外を出すんだ。前に攻めないといけません。さあ、試合時間が残り10分。ファールです。ん、サチコ。さあ、相手のこれは外した。さあ、残り5分ですね。およそ攻める気持ちが。宮崎1対1になってしまったが、これは防ぎます。ん、誰だ、ユーナ。反対サイドへ幸子が。さあ、もうほとんどラストチャンスだが、これは敗れてしまいました。先制されたのはグランカリバーズが先制されました。内山のヘッドが決まってしまう。完全に翻弄されている魔のエースね。そしてですね、怪我もしてしまった植草によって、これで退場です。いくつかの動きはあったんですが、点の変動はありませんでした。ね、あっという間にタイムアップってなってしまいまして、相手の方が圧倒的シュートを打つ。課題も少ないな。完敗ですね。4週間捻挫に済んでよかった。骨折じゃないからな。まだ2はキープしておりますが、リバース大阪との勝ち点差は9位に広がった。とりあえず2位をキープしましょう。一週休みですね。
次の試合、フォルティール浜松です。どんなチームなのか、 S が結構上位選手は多いですね。上位選手が頑張れば脅威のチームです。特にディフェンダーが強いですね。キーパーのモラを筆頭に竹本、本丸ですね。本丸ちょっと疲れてはいますが、その守備かカウンター狙って本丸が決めるっていう流れが十分考えられます。まあ、この落ち込んだ気持ちをですね、フォルティール浜松戦で一気にぶつけて、勝ちたいですね。2位はいい成績ですが、1位はともかくより好成績を上げていかないと内容が問われます。選手個人個人、そして私監督の成長も問われます。引き続き、戦っていきます。よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。